鉄3個。80って。相手の HP が見えない。でも多分根性アップするんだろうな。三角蹴り。これ後ろに行くときとさ、行かないときがあるんだよね。ほら !132 素晴らしか。ジャッキーラッシュ。いいね、いいね。センス!ああ。クッパ様の攻撃が30しか食らわないってやばいよね。よう、ヒワンパタが効いてる。8!何、何 8 ってどうしたの急に。ね、132と8って何があったの本当に。2。防御されたってことか ?54。ミス!おや?うわ、あ、でも、やっぱ幽霊勲章強いわ。防御失敗しても30しか食らわなかった。46。ヒモン、パト !110。根性アップ来た!ってことは半分 HP 切ったってことですね。センス2。三角蹴り !60。強かー。でももう一発耐えるね。22。三角蹴り。ただピーチが、おお、素晴らしい。13。刺繍拳これ、即死ですね。リーはうまくガードできたんで、HP 減らなかったけど、うまくガードできないと1で耐えちゃう。1になっちゃうんだよね。60って食らいすぎでしょう。55。いいね。習字拳。これミス、ダメだったやつですね。123回復いいですね。でセーフティーつけてるから、ピーチに収支券来ても、とりあえず無事です。収支券。オッケー。ああ。三角切り。27、いいですね。ほらー。三。三角切り。なんで、肥満パタがすごい群がるんだ。終始券、ブーン。みんな元気になるで、123回復するからほぼ回復しきるっていう素晴らしい。これ戻るときぐらいに押せば。オッケー。54、いいですね。終始券、帰還。みんな元気になれ。めんどくさいから。あ、眠れ有効使ってみようかな。あと毒効くのかって、でもなんかあれ見る感じ何も効かなそうなんだよね。うわぁ、1。うわぁ、終止拳。わっ、毒聞いてみ、恐怖の衝撃。うわ、あ、14だって、ちょっと効くんだな。ふっ、見事だ。やった。でも今回もあれですね、復活ドリンク使わなかった。いやはや君も結構マジになりやすいタイプなんだね。おかげで僕にも火がついちゃった。久しぶりだよ、こんな気持ち。もう勇気はなしだ。次はこの道場の看板をかけて本気でやろうじゃないか。さあ次、本気で最後のバトルです。やっちゃえ。どうすれば、一発飛ぶにはなるだろう。まあ、やることは変わんないですね。毒効かないかな。やるかい。よっしゃ、農家によく見ている。これがジャッキー様の本当の強さだ。ファンファン。衝撃だ。うわぁ400って出たよ。どうすればいいのあれ。タイミング分かんなかったな。もっと早く来るかなと思ったけど。復活しただけだった。さて、毒ガスもくもくが効くか。十字ボタングリグリ系だっけ。これ初めて見えてるんじゃないかな。おお。
16、聞いたかわかんねえ。21、全然聞かねえ。三角蹴り。ふっ。よし。もうめんどくさいから、みんな元気になーれ。ふぅ。防御力さらに倍になってるでしょ。54、鉄弾鋼。これも前に飛ぶときあるんだよね。鉄弾鋼。100?! ピッチさん、即死なんですけど。100って何？ 1。ああ。よしよし。0かしかって。眠れよ、行こうよ。聞くかな。グリグリすると全体にかかるぞ。おららら。聞いたかどうかわかんない。7。あ、聞いてないっすね。100。さよなら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 。いやー、ピーチ即死はまずいですね。ヒゲが今、貴重な攻撃源だからな、鉄弾鋼。ほら、前に出るパターン。ひゃー、200!ジャッキーラッシュ。ひゃー、ここに来て復活ドリンク祭りだ。足りるかな。当たらねえ。当たった当たった。鉄弾鋼。ちょっとピーチを殺しにかかるのやめて。よし。あ、待って、クッパさんの HP 回復させね。9って1。おお、三角切り。よしよし。あの、痛いの飛んでけよりもみんな元気になれの方が多分動作早くて。よし、こんじゃ、とりあえず 半分まで来たか。こっからだな。そう、痛いの飛んでける、みんな元気になるのが多分ね、早いんだよね。それだけのためにやってます。鉄弾鋼。おし、ミス OK。 あの衝撃が来たらどうしよう。1、クッパもついに攻撃1になってしまった。15。これだよ。400。無理。これ恐怖の衝撃の方が効くんじゃないかな。ほらほら、恐怖の衝撃の方が効いてるよ。14。ロック。終止拳。あー、弾使うか。終止拳。痛いの飛んだけ。ここは節約をする。あ、100、まあ、あんま変わんないね、回復。みんな元気になれていいかな。8。56、いいね。終止拳。うふわー。ヒゲの HP が1になってしまったので、ま、フラワーポイントはね、あるから5線使っていきましょう。恐怖の衝撃で14ずつ与えてもいいんだけど。15。鉄弾鋼。よしよし、終止拳。バーン。さあ、アイテムを使っていくぞ。火炎玉しかねえじゃねえかよ。火炎玉だ。うー、バーン。炎も効かねえってよ。先にファイヤーボールで試せばよかったぜ。よし、52。たまに50に入るんでね。ふほー。おかしいおかしいおかしい。こういう時はみんな元気になる。ピーチが狙われなければとりあえずどうにかなるんだよね。お願いカムバックでどうにかなるから。まさか特殊に頼る時が来るとは。でもなんか14ってあれ見るとさ、固定っぽいよね。17、多分俺のグリキした回数に寄ってるんだろうな。
恐怖の衝撃に耐えるか。終試験。そうするとフラワーポイントを残しておきたいから恐怖の衝撃6使うんでしょ。ハニーシロップとかどっかで使えるといいんだね。ほら俺のグリグリが値段を分ける。11。ああ、いやドゥフィアー。終試験ピーチには効かぬー。ハニーシロップがいますね。10回復。おっしゃ、俺の気合い入れたグリグリを見せてやるで。これどうやったらグリグリ速くなるかな。ミスはやめて。悲しい24。で残光よし、さあ強くなるんだ。いけヒゲ、攻撃力アップ。これジーノウェーブの攻撃力アップだけ版ですね。これ死んじゃったら変わんないのかな。衝撃弾ってどっかのタイミングで飛ん、最近ミスばっかりだね。ミスばっかりだね。ひゃー、あ、トゲワンを投げちった。3。2。あれかな、肥満パタもさ、気迫アップ、攻撃力上げてきやがった。バカじゃねえのお前。じゃあ4分の1ぐらいになったのかな。肥満パタも多分乱数がすげえムラあるんだろうな。ブラッキャハンマーもね、すごいムラがあるんだよね。1から100なんとかだったらすげえね、乱数あるんだけど。だから急に効かなくなったな。恐怖効かなくなったね。1って終試験効かねえ。そしたらもうなんか急に効かなくなったから、鉄弾こう攻撃にするしかない。うん、今即死ついてなかった。即死ついてたよね今ね。300。よし、当てれてたのはいいぞ。86、いいね。鉄弾行即死ついてますね。終試験クッパ様に食う分には問題なし。肥満パタでダメだ。衝撃弾ガードしたけど死んだ。ガードできたけど、あぶねえ、リフレッシュなんか使わねえ。復活リングの底が見えてきました。でも結構当たるね。君だけが頼り。9。終試験効かぬ効かぬ。あ、ミスった。でも109か。 OK、 OK、 ワンワンさん頼みます。1。気迫アップって防御曲がってんのかな。鉄弾こう、これガードしてもピーチ死ぬやつでしょ。終止権。ヒゲはまずい。オッケー。ヒゲを死せよ。当たるね。1ってやばい。衝撃弾。だってなんかピーチ殺されるな。ちょっと女の子ばっかりいたぶんないでよ。ごめんね、過労死。よし、おかげ36入った。終止権。うわぁ、あ、死んだ。お願い、カムバック。ピーチが生きてる分にはこれが使えるから。いやタイミングがわからねー。ダメだな、違うか。3。鉄弾こう。150。あ、これまずい。あ、よく耐えた。ここは復活の方がいいな。これでピーチも死んでたらまずかったからね。
7、うわぁ、1、3かぎり。おお、懐かしい技。なんか全てに即死効果みたいなのがついてる気がしてしょうがない。鉄板に痛いの飛んでけ。でもある意味もう威力は即死系ですからね。4、くそー、肥満パトにかかってるんだけども。終止券。ふぅ、 PP が足りなくなるとはフラワーポイントが足りない。あ、クッパで、でもクッパでミス率が低いんだよね。じゃあ参考。ピーチが死んだ。でもヒゲはこいつ。44、いいですね。じゃあ参考。うわ、死んだ。まずい。OK、収支券なら問題なし。ピーチが動く、クッパが復活する。138特殊だからね。クッパとりあえず安定して 7とか当ててるから。鉄山工、はい、ピーチ死亡。16、衝撃弾。しゃあ、衝撃弾はある程度ターン数経過で使ってくるのかな。46、いいんじゃない。で最後まだか。 OK、 ミス OK。 終止券バーン。メープル40回復。恐怖の衝撃そろそろ効かないかな。もう効かないのかな。聞いた聞いた。オッケー、15。一応恐怖に入ってたってことなのかな。勝った、逃げ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 勝ったよ。いや、強かった。参った、参りました。看板をかけて勝負で負けたということは、この道場が敗れたということ。今日からマリオさんを師匠と呼ばせてもらいます。ジャッキー流道場、最強のものだけは見つける。これはぜひマリオさんが受け取ってください。ジャッキーベルト。ここもマリオ流道場と名を改め、師匠のようなジャンプを取り入れて心機一転頑張ります。こちょこん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 。よし、のけん、早速トレーニングだ。専門ジャンプ始め。師匠頑張って修行に励んでおります。ジャッキー先生、これで強くなれるんですよね。足腰が多分とてつもなく強くなると思う。で、ここもね、J から M に変わりました。強かったなぁ。強かぁ。いやぁ、強かった、強かった。さてさて、とりあえず復活ドリンク買いだめとこう。こんぐらいあればいいでしょう。ジャッキーベルトを装備しましょう。ブッキーよりも強いんじゃねえかなぁ。ブッキーよりも、あ、ブッキーはあれか、ジャッキーベルトの方が、攻撃力超上がるね。あって。ジャッキー。ジャッキーベルトが27ぐらい。防御も上がる。防御も上がるのか。防御と攻撃力が上がる。ブッキーは全体的にやっぱ164。あー。80、51、54。全体的に武器は10ぐらいずつ上がっていくのか。でも攻撃力と防御だけだったらジャッキーベルトだよね。どうすっかな。幽霊勲章、待って、クッパに幽霊、ジャッキーベルトつけるか。でも、今、ヒゲがね、攻撃力肥満パターつけたことによって急に強くなったから、やっぱこうだよな。よし。では、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。そう、後日、ツイッターに、この汚い文字をアップするんで、よろしければそちらも見てください。1時間半もやっちゃったよ。では、また次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。